はい、ってことでね、今回からこのルーフちょっとやり始めていこうと思ってます。で、ここっすね。ここ1枚こう4ミリの板でこうつなげてあるんですけど、こっちもねつなげてあったんですけど、こっちはもう先にちょっと外しちゃいました。一回ね、どんな感じかっていう感じで一回ちょっと取ってみたんですけど、3ミリ以上の板であればですね、車に使用可能なので、今回もね4ミリで使っていきたいと思うんですけど、一旦これを外して、でこうこっちまでつなげていこうと思います。でこれだとねちょっと短いので、こう中までズボッとこう入るような感じで長めに、あとそうですね、あと10センチぐらい長めに取っていこうと思います。で、あそこにねベニヤ用意したんですけど、あれ4ミリで同じ板なんですけど、これをね半分に切ってだいたい45センチちょいなんで、まあ、これよりもこれがねどうやろう、40ないぐらいなんで、ちょうどいい感じに半分で入ってってくれるはずです。で、ずーっと入れ込んでいく感じでいくと多分いいかなっていうふうに思うんですけどね。はい、まあ、あれが1800の板なんで、縦がこの2室が、3000なんで、1枚じゃ足りやんのでね、どっかで継ぎ足さんとダメですね。はい、ってことでやっていきたいと思います。大和家のパンティプライス。はい、じゃあいっちゃいますか。ガボッと、あの薄いんでね、4ミリ結構薄いんで、ネジで止まっとるんですけど、多分いけると思いますね、このまま。まあ、バリバリってなりますけど、まあ、無理やりいけるか。よし、おお、取れました。あ、ネジこっちにもついてきとうな。何本かこっちに残ってこっちにもついてきとうですね。ここね、ネジがついてきてますね。外したとこがこんな感じですね。ね、ここに残っとる感じ。次多分この辺ぐらいになると思うんですけど、まあこの上から行ってさらに漆喰で固めていく感じ。まあどうなんですかね、これ今までは継ぎ足しとっても剥がれることはなかったんですけど、次はちょっと正直どうなるかわからんですね。まあとりあえずやってみましょう。はい、ということで左右のルーフこんな感じで一旦取り付けました。4ミリのベニヤ板ですねを左右に取り付けて、ここからはね漆喰が剥がれとるんで、あの前回取った跡なんで、ここから継ぎ足すんじゃなくて、ちょっとね間かぶせてやった方が、あ、ここの継ぎ目のボロボロも隠せるかなと思ってちょっと継ぎ足してあります。5センチぐらいですかね、5センチぐらいこっちもかぶせてある感じですね。で、あとこんだけ2シド多分80センチぐらいなんですけど、ここだけさっき板買い足してきて、ここだけね繋げる形になります。ここのね、繋ぎ目をどうしようかちょっと迷っとるんですけど、補強で
パテか何かですね、ちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、ということでね、この下の隙間も埋めることできました。結構埋めるとやっぱりええ感じっすね。全然下から覗いてもすっきりしましたわ。うんうん、いい感じ。ちょっとキッチン汚いですけどね、キッチンの上のここ3枚は取り付けたんですけど、この隙間っすね、ここもちょっと埋めていきたいと思います。ここはですね、ちょっとこうズドンとこう行こうかなと思うんですけど、こう見ると若干ね、奥のが1センチぐらい出とるんですかね。こうちょっと奥の方がね、鉄板が出とるんですよね。ほんでですね、この 1x4 1本ちょっと残してあったんですけど、反りが結構激しいのがあって、なんかちょっと使いやんかなと思っとって残しちゃったんですけど、ここでちょっと使ってみようと思います。反っとる側を、反っとる側をこう受けていったら、まあいけるんちゃうかなっていうふうにね、思うんで、ここで使ってきます。こんな感じで。いけそういけそう、ちょうど反りがええ感じやな。はいはい、ここの隙間埋めやんといかんすね、型取りして。あとちょっとここなんで隙間空いてんの、もうちょっと右ずらさなあかんな。漆喰塗るときにこの板は一回外すんで、まあそれはまたその時にここは調整するっていうことで、はいはい、とりあえず今回はこんだけかな。であとこんだけ隙間あったら、ここに穴開けてキッチンライトがなんか仕込むことできそうですね。5、2個ぐらいずっと空洞になってるんで、多分ここいけそうですね。はい、ってことでね、今回からルーフに漆喰を塗っていこうと思います。はい、でね、今ちょっとどんな感じかと言いますと、こんな感じで左右にね、ちょっと分かれて、こっちとこっち側でね、板をずーっと這わしてあるんですけど、ここにね、漆喰を塗っていきます。はい、こう塗っていきます。で、ね、漆喰を塗る前にですね、こういったね、水性の、カチオンシーラーです。前回僕はね、カオチンカオチン言うてましたね。これカチオンシーラーです。はい、カチオンシーラーっていうやつですね。これアク止めでね、塗ってきます。で、その上にですね、乾きましたらこの、うまく塗れる漆喰、これ前回もね、塗ったやつですね。はい、これが外したやつ、こんな感じで固まるとね、結構ガチガチになります。カチオンシーラーを塗った後にですね、ここ継ぎ目があるんで、ここだけね、ちょっと足りやんだ部分、約60センチぐらい足りやんだんで、ここだけね、1枚足してあるんですけど、ここだけあのファイバーテープで貼り付けてからパテ持って削って、そこから漆喰塗っていこうと思うんですけど、とりあえずね、ここのファイバーテープちょっと買うん分け取って、さっきアマゾンで注文したんで、届くん明日なんでね、ちょっと時間はかかりそうですね、まだね。はい、ということで、
養生していくのにですね、まずこの一番上外して、でから養生していこうかなというふうに思います。でここから、まあ、漆喰を塗っていくんですけど、ね、その前にですね、ここ継ぎ目を補強してきますね。押すとね、こんな感じです。はい、こういう感じで走行中振動で絶対これ割れてくると思うんで、こんだけ拭い取ったらバリバリになってきますね。はい、なのでここを補強してきます。で、注文しとったやつが届いたのがこれですね。これをここにね、ビーッと補強してきます。あ、ここはね、若干やっぱり粘着があってテープみたいに貼り付けてきれるようになってますね。次にですね、あの補強テープ貼ったら、次はですね、その上から室内壁補修用の壁パテ、これ持ってきます。これがパテですね。で、一応サンドペーパーも付属で入ってます。ちょっと試しで、てかむしろもうここでこう取っていった方が早そうやな。を取ってつける、そうしよう。はい、ということで、壁パテの方ですね、乾いて一回ペーパーでね、ちょっと擦りました。あのボロボロ落ちてくるところだけ、取って、あとはまあ大体ですかね、この上からね、特にクロスとか貼る感じではなくて漆喰に塗っていくだけなんでね、特にそう均等にならさなくても今回いいかなっていうふうに思います。ということでね、今からやっていきたいと思います。ということで、これが漆喰です。はい、前回にもね、漆喰塗った時にあの法令の方で触れたんですけど、漆喰はね、あの特に使うことに関しては問題ないです。あの使うところがね、あの3ミリ以上の難燃剤の上に塗るのであれば問題ないですね。はい、ということでね、片側、こっち側終わりました。右側ですね。終わりました。とりあえず一回塗って二度塗り、ちょっと薄いところを足してた感じで、二度塗りぐらいしましたね。はい。で、今から反対側をね、やっていきます。このパテのところも結構意外にいい感じで漏れましたね。はい、じゃあ反対側やっていきます。そうそう。でですね、漆喰の塗り方っていうか、まあ僕自体も素人なんでね、塗り方とか大層なことは言えないんですけど、で、一回パレット出して、でこのままね、こう、取っていくと、結構、硬いんですよね。塗り広げた時にガーッと。なので一回ここでね、こう、ちょっと潰しとく、潰して、ちょっと練っとくだけで全然広がり方が、塗りやすさが全然ちゃうっすね。全然ね、伸びが違うんすわ、これ。まあ本職の人からしたらそんなもんよう知っとる話なんですけど、まあなんせ素人なんでね、こんだけこう生クリームみたいになったら
こっちはねちょっとシャーベットみたいに固まっとる感じで、こっちが生クリームみたいにねこうやった方がね結果的に結構滑らかにこう塗れますね。はい、ということでね、漆喰の方塗り終わりました。もう全部使ったっすね。これ何キロやったかな、書いてないな。あと5キロ、5キロ全部使い終わりました。スカラガンス、車系の DIY 動画じゃなくなってきてる件ですね、これ。はい、ということでね、これで一回、1日置いてみてね、明日マスキングとか取ってって、最後ここのね板はめて、とりあえず天井は終わりっすかね。はい、ということでちょっと明日1日置いてみます。よし。じゃん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 。じゃんじゃーん。おー。いいね、いいね。もう完全に固まっとるかな。はっはっはは。若干ちょっと薄いような気もするけどな。はい、ということでね、1日経った感じがこんな感じなんですけど、若干こっち側、右側がですね、左側と比べるとちょっと薄いのか、こう板がちょっと透けとるような感じがあるんでね、ちょっと足していきたいと思います。でね、ちょっと前のがね、前回のが余っとって使えそうなんで、もうこれ塗ったらもうやめときます。もうこれ以上ちょっとコスト的にもかけたくないんで、はい、使えそうです。これ使ってきます。木をはめ込むと一体感が出てやっぱりいい感じですね。ただちょっとこっちの方が計算ミスかなんかわからないですけど、結構ちょっと反対と比べると空いてしまったんで、ちょっと海外のワンライファー真似してちょっと草入れてみました。で、気になるのがここっすね。ここ本来はもうちょっとこう予定ではかぶさってなくなるはずやったんですけど、結構ギリギリまでここ来てしまったんで、もう丸見えっすね。ここだけちょっと直していこうと思います。こっちも。どう、しっくり。あ、そうか。え、嘘やろ。おい、しっくりを見せたいな。いいやん。え、いいやん。いいよね。この、無垢の質感としっくり結構合うな。家みたい。家みたいやな。確かに。家みたいや、家みたいな、こう、雰囲気やな。はい、ということで、漆喰の方はね、全部塗り終わりました。結構、いい感じですね。なんか明るくなりましたね、随分。さっき嫁さんとも言うとったように、この、無垢の質感と、この漆喰が結構、ええ感じに、まあ、個人的にですけど、なんかマッチしとるかな、というふうに思います。はい。で、
まあ、ここね、まあ、布団とか入れるところなんですけども、結構このままやと、なんか、まあ、丸見えでカッチョ悪いんで、ちょっとね、ここにあるものをね、設置する予定です。はい。それはちょっとね、次回の動画でちょっとお見せしようと思います。はい、ということでね、今回の動画はまたね、漆喰を2度目のチャレンジということで塗ってみました。まあ、漆喰にはね、いろいろ、効果がありまして、まあ、フォルムアルデヒドの軽減ですかね、軽減とか、湿度の軽減ですね、湿度調整してくれる効果があったりとか、あとは消臭効果とかですね、またいろいろあるみたいです。あと防音効果もあるみたいですね。漆喰にはね、いろんな効果があるって言われてまして、それについてはですね、前回の動画でも、一部紹介させてもらってます。ブログにもですね、詳しいことちょっと書いてありますのでね、ぜひ、気になる方はですね、ブログと前回の YouTube の方チェック、またよろしくお願いします。ということで、今回の動画はですね、以上になります。はい。またね、ちょっと次回ちょっと面白いことしていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。ということで、あと、Twitter、Instagram やってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。バイバイ。